ロシア鉄道 TG21 系ディーゼル機関車は1992年から1995年にかけて製造された貨物用ディーゼル機関車全6 7 m m 機関のサハリンの鉄道へ向けて作られた。この項目では同系の旅客用ディーゼル機関車である TG22 型や TG21TG22 型をもとに製造された。 プッシュプル列車の DL2 型についても解説する。1991年のロシア連邦成立の時点で製造から30年前後が経過していた TG16 系ディーゼル機関車の置き換え用として製造された機関車。TG21 型は型運転台式の車体を連結した2車体、連結式の貨物用機関車として設計された一方、TG22 型は 短期運行が可能な旅客用機関車であった。車体の塗装は TG21 型は青を基調としたものである一方、TG22 型は青、赤の2種類が存在したほか、全面の塗装が若干異なっていた。エンジンとしてバラコボ工場製の 221D 型が2機、搭載され、冷却装置も TG16 型から強化された。1992年に、 TG22 型が、翌1993年に TG21 系の製造が始まったが、サハリンの鉄道の最大軸重は20トンであるにも、かかわらず TG21 系、TG22 系の軸重は22トンであり、製造後長期にわたって、ユジノサハリンスク機関区へ留置された。1999年前後には、再塗装が行われ、 本格的な稼働が検討されたが結局その後も運転につくことはなく2006年の時点でも全車が留置されていることが確認されている 1520mm 機関のロシア本土へ向けて試作されたプッシュプル列車 t g 2 1 t g 2 2型をもとに設計が行われた型運転台式の機関車2両が トベリ車両工場製の客車重量を挟む12両編成が組まれ、最高速度は時速 120km だった。ロシア鉄道南東鉄道支社で試運転が実施されたが、機関車における運転室と機器室の間に亀裂が生じるという欠陥が見つかり、リュジノースキー機関車工場で修復が行われたものの、資金不足により開発は中断された。ありがとうございます。